小野十三郎7月27日から1996年10月8日は日本の詩人。大阪府大阪市南区の裕福な家庭に生まれる。天皇寺中学校卒業も1921年に上京し、東洋大学専門学部文化学科に入学するも、わずか8ヶ月ほどで中退し、親からの仕送りを受けながら施策を続けた。南天堂で知り合った。 萩原京次郎、坪井茂次、岡本純らの詩詩、赤と黒を見て、刺激を受け穴アきキズム運動に入る。そして1926年には、岡本純、秋山清志らと協力し、弾道を創刊した。1933年に大阪に戻り、1939年、大阪の重工業地帯に取材した詩集、大阪を発表、独自の詩風を確立した。 吉本工業の文芸部に所属し、秋田美のるらと共に漫才台本を執筆していたこともある。1935年に日本無政府共産党ギャング事件が起きた際には、日本無政府共産党の審判として、大阪府警察安倍の警察署に拘束されている。1948年、奴隷の隠立論を発表し、短歌、俳句の序章を徹底的に批判した。 塚本国浦の前衛単歌は、これに交応する形で、反論的実践として推進されたと言われている。小野が、このような批判を展開した背景には、戦時中に、斉藤も吉ら多くの有名歌人が、戦争協力的な活動をしていたことがあるとされる。戦後は、大阪文学学校を1954年に創設し、1991年まで校長として、務めた。 更新の指導にも力を尽くし、小説、詩、児童文学などの講座を開設。文学の大衆化や市民平和運動に指導的な役割を果たした。1975年、詩集、拒絶の木で、読売文学賞受賞。1977年から2年間、日本現代詩人会会長を務めた。また、手塚山学院大学教授を務める。 1979年には、小野十三郎全詩集が刊行される。第二詩集、古き世界の上にからは、戦争が、詩の世界に暗い大きな陰りを投げかけ、それ以後の詩のテーマに通定することとなった。関西詩人協会所属、小野道市にある、小野十三郎、車窓で、木下雄二、春の金詩偽、ありがとうございます。